はい、米ぬか巻いてみました。まあだいたい様子見ということでコンビニ袋1杯分、巻いてみました。獣道の真ん中ですね。はい、何かが曲げた跡がありますね。イノシシかな。カメラかけてある場所なんでね、ちょっと様子見てみましょうか。以前来た結構開けた尾根ですね。2箇所巻いてみました。この尾根からですね、いろんなところを伝って獣道が出ているので、まあ、山の奥なんでちょっとあんまりここで罠捕獲したくないんですけれども、ここに位置をかけようと思います。まあ、ここを叩けばですね、いくつかの獣道は通じなくなるんじゃないかということで、まあ、ここ狙ってみました。で、トラップカメラを1台かけてありますので、いつ頃来るかですね、含めてちょっと見てみようと思います。歩いてますな。下がちょっと湿地っぽくなってるんですけど、その辺もかなり歩いてますね。あの辺とかですかね。ちょっとどうやって取ろうかな、ここ。
もこの感じで様子見てみましょうか。まあ、周りにはですね、くくりつけられそうな木が何本かあるので、まあ、ここに来てたらいくつかかけてみたいと思います。